皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカーを今日もお届けしていきたいと思います。今回はいいねランキングの難しいからメタルビアーズさん恐怖のスクロールスピードラン10秒ということで、こちらのコースベストクリアタイムは5秒台ですね。クリア率は 11%、 こちらのコースやっていきたいと思います。スクロールスピードランで10秒っていうのは初めてかもしれません。まずはここは普通にジャンプで飛び越えるだけで OK でしょうかね。まず OK だと思うんだけど、あれ飛び越えられるのかな、これ2マスの隙間。それともここで待機、いや待機はできないよね。ジャンプできないんですけど、しまった、クリア率 10% だよね。なんでなんでなんで、 B ボタンが反応してない、それともタイミングが悪い。おい、あ、いけたいけた、ここは大ジャンプ。おい、 OK、 やっそー。あれ、ここはどうすればよかったのかな。ジャンプ、大ジャンプからの、あっそー、ゴールのバーっぽいのは見えた、バーっぽいのが見えた、バーかどうかはわからない。よいしょ、おい、ただどのタイミングでジャンプすればいいのかな、もっとギリギリなのかな。ギリギリでジャンプしていくよ。あ、どっかにスターがあったのか、そのスターを取らないとゴールができなかったんだ、畜生め。いやー、でもこういったスピランコースは初めてだったんで、なかなか面白かったですね。ありがとうございました。次のコースやっていきたいと思います。お待たせいたしました。次もスピランコース遊んでいきたいと思います。お手軽で賑やかで超楽しいスピードラン、時間たっぷり、眠い、まさに私の今の気持ち通り。まあクリア率 5% ぐらいだったんでいけるかな。まずはここまではオーソドックスな感じですね。でも7光を叩くのはこれはオーソドックスとは言えないぞ。バネも使えなかったけど大丈夫かな。あ、いいね、オープンジャンプ苦手だけど、ああいうのだったらなんとかなる。からの上を取って、それにしても賑やかだな。これはメントを蹴っ飛ばして自分は投げる。投げるのか投げないのかの見極めの力にも全くたまってない。何やって、赤コインをピョンピョン取るんじゃしたら、あ、下の扉じゃないんだ。どこに繋がってるかな。あ、うっそー。畜生め、へへ。はい、さっきやられたところまで持ってきましたよ。今度はクリボーをしっかり踏んで、で、いないやないかい。外れちゃったね、メット。大丈夫これ。かぶったかぶった。ギリギリでかぶれた。反応できたぞ。右に行って、スピンジャンプ。よいしょ。ところどころ結構大きな隙間があるんで、そういうのを一個ずつ注意していかないとクリアできなさそうだ。次は戻って、スピンジャンプ。ここは普通のジャンプよりスピンの方が安定かな。長いな、それにしても。下にコンベアが引いてある。カロンとドッスン先輩を倒しまくって、ゴール。最後に待ち構えていたのはやっぱりクッパだったんだけど、印象感が最後はクッパ薄かったね。残念。あ、落ちた。こっちにイメージ持っていかれた。お手軽で賑やかで超楽しいスピードラン、時間たっぷり、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。はい、お待たせいたしました。今日は次もスピラン遊んでいきましょう。スピードラン40秒、ジョエルさんでいいのかな。クリア率は 10% でございます。早速やっていきましょう。ベストクリアタイムを見る限りではタイムには余裕がありますね。最近はね、本当にギリギリかこのぐらい余裕があるかどっちかの二択になってきた。で、これは今のは分からなかったわ。キースイッチは、あ、そうか、そういう仕組みになってたのか。ちょっと止まっちゃってもったいないことしたから、まあ、このままクリアできるとは思えないから次にかけよう。うわ、ここも引っかかっちゃった。壁キックして、いいね、これは気持ちいい。次、大ジャンプ。あ、赤コインが1枚降りてない。グダグダや。次はキノコを取ってしゃがむ。しゃがむ。オッケー。も
もうちょっとスムーズに行きたいかな。1、2の3キャリア。こういう矢印はいいですね。なんだ、ドッキドッキ。おお、下なんか。残り4秒、3秒、4秒。あ、間に合った、ゴール。最初の方でかなりぐだっちゃったけど、それでもゴールできるんですね。このぐらいの難易度だとみんなが楽しめてちょうどいいんじゃないでしょうか。ありがとうございました。次のコースやっていきましょう。はい、お次はこんなコースも遊ばれていますから選んでみました。1、イージー、2、3とどんどん難しくなっていくようですね。とりあえず1と2ぐらいはやってみましょうか。イージーモード、カーブキックしてスピー、はい、多分3とかになるとタスが減ってくるんじゃないかな。ヒットドロップが出しないスタイル。次はすぐ右、オッケー、またカーブキック。基本的にはカーブキックさえできれば1番は OK っぽいのかな。これは音符を踏まないように。3段ジャンプかな。ちょっと失敗したけどクルリンを入れて無事に鍵もゲット。赤扉に入ったら待っているのは、あ、よし、取れなかった。どこにいらっしゃったんだよ、師匠ね。次、難易度をミディアムやってみましょうかね。はい、では難易度ミディアム挑戦していきたいと思います。3段ジャンプからの P スイッチを踏んで、今度はガリガリとかも入ってきてだいぶ難易度上がってそうですね。トゲもあるし、パックも倒した。次はスピードワーカー、間に合った。はい、花ちゃんを踏んで、激おこ花ちゃんを踏んでくれり、結構タイミングがシビアになってきた。難易度的にはでもちょうどいい。よいしょ。あ、畜生め、はい、戻ってきました。クイボーさん踏んで、パックも今度は気をつけて、ファイヤー、次もファイヤー、しゃがむ、オッケー、パワーブロックを叩いて、ここでチビマリオにさせられちゃうんだ。あ、しまった。オッケーじゃないかもしれない。残り3秒、間に合うか。もうゴールで会ってくれ。あ、これはゴールだ。ヨッシーに乗ってる暇はなさそうだから、そのままゴール。難易度ミディアムでも結構難しい。でもこのぐらいが正直私にはちょうどいい。とりあえずハードもやってみましょうかね。クリアできるかわかんないけど、スタートからやり直す。いきなり詰まっていっちゃった。笑われたよ。え、待って、はい、1、2の、あ、これは難しそうだわ。何が難しいって、最初の土管に入るのが難しそうだ。よいしょ。笑われちゃうぐらいの難易度があったからね。あれ、畜生め。先の様子すら見に行けない。動きをつかむか。クルリン、クルリン、クルリン、ステミーのカンガリアン。ここ怖いわ。次のこうか。よし、お邪魔します。残り19秒。投げて投げて、こう、はい、パウ投げて扉にお邪魔します。扉、土管だね。土管が土管。よし、この間だり、あー、危ねー。黒メガネパイセンに土管が土管笑われちゃったんすよね、畜生め。あ、うそ、ここで、あークリボーにやられていこう。なんだっけ、チビマリオになっちゃダメ。よいしょ。あ、鍵継ぎの扉か。何やってたんだろう。今の下の一マスの方に入っていくのかと思った。うっそー、そりゃないよ。今下の通路に入っていくのかと思って、どうやってデカマリオで行くんだろうと考えちゃったよ。ひどいわ、ひどいわ。でもこれでゴールは見えた、間違いない。ニース、サンクリア。よっしゃー。あ、いいですか皆さん、今のは何もなかった。そして今やり直すのもまた何もなかった。いいですか皆さん、これが編集の力。編集してないかもしれないけど、編集の力。2、3クリア。1、2、3。クールクールクールとも苦手とも言わずにやっていくスタイル。よいしょ。ここはね、息を飲む。喋ってるとできない場合、
白くて好きですよ、ここのギミック。三段ジャンプを決めて、ここも4マス飛びぐらいだったらそんなに難しくはないんでね。ヒップドロップで扉にお邪魔します。今度は7秒残ってるんで、ヨッシーに乗ってゴールと見せかけて最後に飛び乗っていくスタイル。オッケー、完璧、計算通り。いやー難しかったけど面白かったわ。スピードラン、なんて読むんだろう、名前読めないですけれども、とても楽しいコースでした。ありがとうございます。そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。